すごい、全然食らわない。蝶の楽園、全然楽園っていう雰囲気じゃないんですが、よし、チリンチリンチリン。アルビオン一の釣り名人を決めるコンテストさ、判定を下すのはこのわしなんだ。皆様ごきげんよう。フェイブルアニバーサリー続きからやってまいります。今日は今できる今取れる実績をちょっと解除していきたいなと思います。でまず実績を確認してみましょう。はい、実績のメニューですね。ちょっと最近取ったものをほとんど確認できておりませんが、こんなに集まりました。で今できる実績がこれですね。暗殺者の服を着ている間おしゃべりを控えて戦いに専念する。これは条件がよくわからなかったので調べました。でこれですね、配偶者から贈り物をもらう、もしくは配偶者の目の前で恋人と言っちゃつく。贈り物をもらう方にしておきましょう。レディーグレイさんだから何されるかわかりませんね。であとこれ、飲み比べ、吐くまで飲む、もしくは親しくなった村人を酔わせる。よし、まずこの3つを解除しましょう。まず暗殺者からやります。では着替えたいと思います。はい、着替えました。かっこいいですね、やはり。でこの状態でアクションをやるらしいんですよ。どれだったかな、射光かな、おならですね。これをやると解除されるらしいです。いきます。なんという実績だ。はい、できました。でもう一つ、配偶者ですね。配偶者、レディーグレイさんのところに行きますが、その前に夜にしましょう。多分昼間は働いてると思うので夜にして。よし、夜になりました。グレイ、市長邸に行きましょう。はい、相変わらず静かですね。あ、そういえばよく見ると手の部分が青く光ってるんですよね。あ、ここじゃよくわかりませんね。まあいいや、行きます。さあ、いるかな。あれ、いませんね。あれ、どこにいるんだよ。外にいるんでしょうか。まあいいや、ここ開けちゃいます。飛竜の刀、ダメージマイナスですが、かっこいいですよ。装備してみましょうか。はい、ここでは剣は抜けないので、ちょっと外出てから確認してみましょう。あ、今光ってますね、手の部分。これです。これなんで光ってるんでしょうね。ミルを結構上げると光るんでしょうかね。さあ、レディーグレイさんはどこに行ってしまったのか。多分このエリアのどこかにはいると思うんですよね。あ、あれじゃないか。あ、違いますね。ダメだ、レディーグレイさんがいなくなってます。もしかしてこれ NPC が消えるというバグが発生しているんでしょうか。ここの扉開いてますね。あ、ダメだ、不法侵入になってしまいます。レディーグレイさんがいない。では他のクエストやっていきましょう。そうだな、シルバーキーを集めていきましょうか。ワープで飛べないみたいなので徒歩で行きます。今向かっているのは釣り竿をいただいたあの人のいる場所ですね。ちょっとマップ名を忘れてしまいましたが、そこで釣りコンテストがもう開かれていると思うので釣りコンテストに参加しましょう。さあ、久々の見晴らしの丘でございます。ちょっと鶏のハットかぶります。 OK です。さあ、行きましょう。場所は
大いなる森の入り口から行くエリアですね。さあ久々に来ました。相変わらずいますね、山賊さん。よいしょ、一発です。ちょっといろいろウィルを試してみたいと思います。シールド貼りましょう。シールド貼ってちょっと、お、一発だ。あ、全然食らわない。いいですねこれ。よいしょ、このシールドかなり使えますよ。あとはウィルポイントを上げればもう HP を減らさずに、あのダメージを受けずにクリアが実現するかもしれませんね。よしよしよし。で、行く場所は ありました、釣り人の渓流ですね。よし、さあ到着です。釣りコンテスト参加するんだろ。あ、参加しますよ。ああ、あんたか、調子はどうだい。コンテストに参加しに来たんだろ。アルビオン一の釣り名人を決めるコンテストさ、判定を下すのはこのわしなんだ。昔はわしにかなうものなどおらなんだが、これからは若いやつの時代だからな。釣った魚をここへ持ってきな。でかいものには商品が出るぞ。細かいことはそこの看板を読めばわかる。頑張れや。面白い喋り方ですね。看板読んでみましょうか。釣りコンテスト、リチャードが釣り上げた 8.14g が最高記録なんですね。で、 15g 以上の魚を釣り上げた方には商品が授与されますと。頑張りましょう。で、その前にこっちにシルバーキーがあるらしいんですよ。ここで釣りをすれば、あ、宝箱だ。先に宝箱開けちゃいましょう。レザーガントレット。ちょっとこの服装だと頭が大きいように見えますね。プレート、光のプレートスーツに変えました。よし、おー、しっくりきますね。さあ釣りをします。はい、ははよし、シルバーキー25本、あと5本でコンプリートですよ。もう一箇所さざ波がありますね。釣りをしましょう。よし、釣り上げました。はは、ムーンフィッシュ 34g。 あれ、もうこれコンテスト優勝じゃないですか。ちょっと話しかけてみましょうか。結構簡単でしたね。でかい獲物を釣ったかい。どれ、お手並み拝見と行こうか。これまであなたが釣り上げた最大の魚は 4g です。釣り上げた最大の魚をコンテストにエントリーしますか。はい、逆立ちしたって優勝は無理だな。別の釣り場を試してみたらどうだね。大物は滅多にかからないからな。ん、どういうことだ。あれ、今釣り上げたのは見間違いでしたか。あれ。15g。 うん、ちょっと釣りしましょう。あ、釣り場を変えてみるのも手なんですか。うん、釣り場を変えてみるのも手と言っていたので、ここではそんなに大きな魚は釣れないということなんでしょうか。それともムーンフィッシュはそのコンテストの対象には入っていないということなのかな。さあ、重さ 216g。 あれ、大きいと思うんですよね。ちょっとエントリーしてみましょう。またあんたが。今度は新種のピラニアでも捕まえたか。お、いいですね。さっき釣れたものが記録されております。よし、さあエントリーしましょう。こりゃ驚いた。こいつは本物の怪物だ。これでトップ賞を獲得だな。
釣り人の帽子、今さっき欲しいなって思ってたんですけど、手に入るとは。死んだ魚の強烈な匂いが染み込んだ帽子、過去の偉大な釣り人たちの釣り針で飾り付けられています。チキンハットとちょっと、まあいいや、こっち装備しましょう。これで第2位と第3位の商品もあんたのもんだ。帽子、釣り竿、シルバーキー、全部独り占めとは大したもんだ。あ、チャンピオンの釣り竿。普通の釣り竿より頑丈な作りで、より大きな魚を釣れる。やったー。そしてシルバーキー、ありがとうございます。お、なんだろうな、なんだろうな、魚たちはひとたまりもないな。まあいいや、行きましょう。で、次は、あ、そうそう、連続ヒット、もっと狙えのデーモンの扉開けていきましょう。さあ、お久しぶりです。どうも。よし。さあ、連続ヒットを狙いに行きましょう。このシールドをつけてたら楽勝だと思いますね。さあ、ホブの洞窟です。1回目来た時とは全然違いますね。さあ、攻撃してみたまえ。すごい、全然食らわない。おお、これはチートビルだ。強すぎる。さあ、しかもこれ食らうだけでも連続ヒット入りますよ。あれ、あ、入らなかった、気のせいでした。よし、これつけてどんどん稼いでいけば、まず減ることはないので。しかも剣のオーグメントによってウェルポイントが少しずつ回復していくので、減りも遅いですよ。さあ、20ぐらいいけば大丈夫かな。これマップ移動、あ、もうちょっと、せっかくなのでもうちょっと稼いでから行きましょう。奥に行って、そういえば経験値が、もらえる経験値が倍になっているような気がしますね。このオーグメントのパワーでしょうか。やはり半分減ってしまいますね。よし、これで20にしちゃえば大丈夫かな。死んじゃダメですよ。あ、死んでしまった。よし、15でチャレンジ。おほん、大したやつだ。さあ、中へ入るがいい。あ、15でもいいんですね。てっきり20ないとダメなのかと思いましたよ。よし、ではこれ解除しちゃいましょう。さあ、何があるかな。蝶の楽園。全然楽園っていう雰囲気じゃないんですが。まあいいや、行ってみましょう。何があるかな。ブルータネのカトラス、かっこいい。はあ、かっこいい。なんでこう次々と武器が手に入るんでしょうね。あ、かっこいい、いいですね。スカイリムでいう、なんでしょうね、オリハルコンのインゴットを使った武器みたいですね。多くの武器でしょうか。あれ、記憶が曖昧だな。あ、またゴーレムさん、お疲れ様です。攻撃させる前に倒しちゃいますからね、私くらいのレベルになると。さあ、やはり経験値のオーグメントがついてないので戻しましょう。よし、で、もう一つヒットポイントじゃなくて連続ヒットを狙う実績があったと思うので、ちょっと確認してみましょう。はい、また実績メニューです。さっき取ったのはこれで、あ、ありました。連続ヒット20回以上でイニシエのポーションを使う。 OK です。さっき20は余裕でいけましたので、
もう一回このシールドを貼りながら戦えば簡単です。さあホブの洞窟です。魔法使いの攻撃レベルではウィルポイントさえ減らないんですよ。ほらこれはすごいですね。この状態でこれですね、イニシエのマイトポーション、強さの経験値が増加します。使いましょう。お、戦って成長する。よし、せっかくなのでこの状態でもう一回他のものも使ってみましょうか。ありますね、イニシエのスキルポーション。これいっぱいあるのでいちいち開くのは手間なので割り当てましょう。釣り竿あった場所とウルポーションは、よし、これで使い放題だ。よし、チリンチリンチリン。さあもう一つシルバーキーを取りに行きましょう。そういえばこのシールドを貼った状態でマップ移動すると音がなくなるんですね。チートじゃないか。そして気のせいか全然ウィルポイントが減っていませんね。これはどうなんでしょう。あ、多分あれですね、回復が消費を上回っている、あ、やられてる状態なので食らっても減らないんですね。これはチートじゃないか。緊張感なくなってしまいますな。しかしやめられない、この状態をやめられない。ドーン、ちょっと強い攻撃食らうと減るみたいです。よし、じゃあどんどん奥に、あ、ここどこでしたっけ、奥ですね、行きましょう。あ、商人さん、お、髪型、よし、これで奇抜なものにしてもらいましょう。モヒカンにしましょうか。はい、しかし帽子をかぶってるのでわかりません。あれ、完全に勘違いしてたようですね。こっちにはシルバーキーはないみたいです。なので暗い森のオアシスにはまだ行ってなかったので、そっち行きましょうか。よいしょ。あ、山賊さんいっぱいいる。無視しましょう。さあこのオアシスに行きましょう。看板は、暗い森のオアシスは営業再開しました、皆様のお越しをお待ちしています。